さあ、で始まりました。アマチュアチャンネルです。さあ、ついにですね、このタイミングなのかっていうのはあるかもしれないですけども、受験生版タイガーハンティングをやめた真相というところについてね、話そうかなと思いますね。はい。まあ、藤川天さんのね、ものがきっかけでですね、はい、動画がきっかけで、僕は出なくなったわけなんですけども、そこで、まあ何があったのかっていうのの真相、そのきっかけとなった動画はね、消せって言われてたんでね、あの岩井さんにね。で、それ復活しましたんで、はい、あの動画を消さないともう、社会的に糾弾するって言ったんだけど、公に糾弾するみたいな脅迫を受けたやつなんですけど、まあまあ前にね、聖杯戦争の動画で、やんのか、オラみたいなんですね、のはもう見せたと思うんですけど、どんなことがあったのかっていうですね。まあだから、藤川さんの動画っていうのはあくまできっかけに過ぎなかったんですよね。それの前にもう積み重なるものがあったと、お互いがもう、ムカつき合ってるのがずっと続いてたわけですよ。向こうの言い分もわかるしっていう感じなんで、だから前に言った通り、そんな怒っているとかは別にない。で、ことの発端は最初に、受験生版のお試し版で3人が出るっていうのがあったと。で、その3人が出て、で、それぞれどうしようか、3人を誰のチャンネルで出したらいいんだっていうのがあって、で、キャストダイスとメデュケイトと僕のチャンネルで、で、どうするんだってですね。最初から打ち合わせの段階でですね、うちのチャンネルで流れていくみたいな話は松原さんとはしてたんですけど、そしてそれぞれね、受験生を追っていくみたいな話をしてたんですけど、まあ、ただやっぱり他のチャンネルもね、持ってる人たちだし、どうしようっていうことになって、やっぱじゃあそのお試し版は、まあ、レギュラーになるかわかんないですけど、お試し版はまず分けましょうと。3人のチャンネルでって言ってね。で、一生懸命話し合って、どの人をどこのチャンネルで載せるのかとかね。あの、大井さんとかさ、こう、涙のさ、一番盛り上がったわけですけど、やっぱ普通に考えて、細井さんとこ、メジュケイトだよね、千葉大って言ってたし、みたいな感じで、で、決まるんです。まあ僕が最初の人かな、じゃあって。まあ盛り上がり的にはね、大井さんの方がすごいいいかもしれないけど、やっぱそれは細井さんとこに出しましょう、みたいな話し合いをしたんですけど、それが、令和の虎で一本流しにして、まとめで出すのはどうですかみたいなね、提案が来た岩井さんからね、そのグループラインで誰も答えなかったんですけど、それにいいも悪いも、いやそうだって僕らとしては、いや何のために話し合ったの、何だったのあの話し合いは、なんで令和の虎ではその一本流しでそれぞれ全員出るの、僕ら分けたのに3人に、で普通に令和の虎には全部出る、で令和の虎でプロモーションするんですみたいな感じだったんですけど、うちのチャンネルの方が大きかったんですよ当時はね、もう今全然違うレベルですけど、でそっからですね、はふざけんなよこいつって思って圧力が出てくるわけですよ。そして受験生版のそのお試し版がヒットすると、ガーンと人気コンテンツになると、そしたらやっぱ欲しがるわけですよ、人気コンテンツだから。そう、岩井さんが欲しがるのはもうお供ですよ、それは。だって元々のねやつの派生した企画ですから、これはね。で、じゃあレギュラー化が決まりました、さあどうしますって言った時に、でうちのチャンネルで上げてくっていうのは元から決まってたからね、で上げてくっていうことになった時に、いや岩井さんが、いやうちの令和の虎にも出させてくれっていう風になるわけですよ。したらだから、あの3本流しか1本流しかっていうので、なんで僕らが3本流し向こうが1本流しなんだ、意味がわからんってなって、そういう風になってましたからね。だからじゃあうちが1本流しで出すと、先に出すと、そういう風にして、でうちが先に出て、で後で令和の虎に出るっていう形だったんですけど、そうだからここも納得が言ってないわけです。どうしても岩井さんが令和の虎で出したいって言ってるんですって松原さんに言われて、なんでですか、嫌ですって言ってるんですけど、でも、もうどうしてもお願いしますって言って、じゃあその場合だったら一本流しでこっちが先に出す、だって三本流しでもう向こうが先に出すって言ってたしさ、そんなの納得できるわけない、もう完全にそしたら松原さんの企画じゃなくて令和の虎のものじゃないですかって言って、で言って、まあでもスタートしてるときはもう仲悪いですから、めちゃくちゃこっちとしてはむちゃむちゃ腹立ってるし、向こうも何とかして俺をどかそうとしてるから、そうだからもう暗躍してるさ、メッセージとかさ来るわけですよ松原さんからね、腹立つなこいつと思いながらですね。で声で人気が出てって、で藤川さんのが出て、でまあはい、サブちゃんの平面で今出てますけど、藤川さんの模試の疑惑ですね、その元々のやつがなんか模試の順番かなんかを間違ってたんですよね、表示されるやつが違う模試が表示されちゃったりしてて、それで視聴者も混乱しててわけわかんないみたいになってて、ああじゃあこれちゃんと説明しないとなってって出した。そしたらどういうことだっつってですね、ブチギレラインが来て、こんなのは許されんみたいなね、令和の虎のねもう収録があった後に、虎がなんだこんだみたいに言うのはそれは違反だみたいなことを言ってきたわけですよ。本当の令和の虎の方だったらなんとかですよみたいなこと言ってきて、知らんがなみたいな、俺らはだって契約書交わしてないからそもそも、いや知らないです、で消せって言われて動画を、まあまあ当時はね多分だから志願者のことも考えてたんだと思いますよね、てんちゃんのね、その藤川さんのメンタルのこととかも考えてね、何かあったらいけないと思ってたんだと思いますよ。だからあの実際の本編でもね優しく接しているんだと思います。
まあ今の令和の虎だと全然違うと思いますよ。今の受験生版だったらめちゃくちゃ恫喝して、うわーっつってやってると思いますけど、当時は優しかったんでね。それで、ふざけんなみたいに言って動画消せみたいな。で、僕は歯消す気なんかないですけどって思ったんだけど、松原さんにどうしてもお願いします。どうしても消してくださいって言われて。で、じゃあ分かりましたって僕は謝罪して、それで動画を消すんですけど、そしたら外れてもらいますみたいな感じで、勝手にグループから消されたんです。で、これを別に松原さんがやるんだったら納得しますよ。主催ってなってましたから。岩井さんがやってる時点でもう意味が分かんなくて。なんで僕は令和の虎に勝手に上げられてるだけ、勝手に切り抜きチャンネルで上げられてるだけ。あの切り抜きされてる志願者たちはすごい嫌がってたしさ。意味が分からんと。なんで外されるんって言って。で、外されるんだったらいいよ。しかも、だってうちのチャンネルで出てる企画なのになんで外されるの意味わからんと思って。で、動画をだからもうまた再公開したんですよ。で、外れてるから。そしたらもう脅迫ですよ。ふざけんなよ、お前。みたいな。っていう感じ。で、お願いです、お願いです、消してください。って、またあって。なんだっけな、12時までに消さないとなんとかみたいな。確かね、時間付きの脅迫も来てたんだよね。忘れちゃったけど、やりとりとかもないし、あ、でも松原さん全部残してたんだ、データ。まあまあまあ、そんなのがあって、で、松原さんにすごいお願いされて、わかりましたって言って、それで動画は消したし、でもじゃあ出ないってなって、出なかったんですよね。で、松原さんとしては復活してほしいっていうので、まあいろいろとやってくれたって感じ。だから、あくまできっかけなんですね、てんちゃんのあの動画っていうの。だからその前に積み重ねるものがあったから、なんとかして理由を探してて、どかそうとしてたんで、僕だからイチャモンですよ、あんなの。だって実際令和の虎ってね、そうやって終わった後に志願者について触れて、でどかされた人もいればどかされなかった人もいる。でそれでどかされた人たちはもうふざけんな、なんであの人はどかされないのに俺はどかされるんだみたいなね。それなんであの人の意向にあったことを言う人はどかされないで、意向にあってないことを言うとどかされんだみたいなのは、まあ揉め事としてあったわけです。でまた同じことが適用されてるじゃないかみたいなのはいろいろ周りの人に言われました。でも別にもうどうでもいいです、僕からすればそんなことは。まあ自分自身としてはだから関係ない。なんで主催はね松原さんってなってたのに全部主導権を握っている人が違うじゃないかっていうのがあったってことです。で、その後、だから、てんちゃんに関する動画を上げたりさ、していくときも、すごい、いちいち文句言ってくる状況だった。そもそも上げる気なんかなかったですよ、もちろん最初にてんちゃんの動画ね。上げる気はなかったけど、まあ、こうやって、どかしてきたから、こっちも向きになってたっていうのはあると思いますね。うん、それがなかったと言ったら嘘になると思う。うん、で松原さんとしても、ちゃんと、ね、お互いが納得するようにしてほしかったからね。ただまあね、その入試結果とかさ出すにしてもさ、何にしてもいちいちすいません許可取るんで、だからうちのチャンネルだけで出るのにするとすごい文句言われると思ったから、わざわざね結果を出しに行く時も松原さんのチャンネルでも出すっていう風にやったりしてくれたんですよ、ね、松原さん本当にいろいろ筋を通そうと頑張ってくれたんで、しかもうちのチャンネルよりも松原さんのチャンネルの方が早く出るようにみたいな、そういうことまで僕ら考えなきゃいけなかったんですよ。大変でしたという感じで、まあまあ松原さんとの関係を守るためにっていう感じでやった感じでやったわけですね。で、ただその岩井さんがもうね後々いなくなるってなってたから、僕は復活条件がそれだったんで、いなくなるんだったらいいですよってなったんだけど、まあいろいろとありまして、結局松原さんがいなくなって岩井さんがやるっていうことになったんで、ああだったらもう出ませんって言って僕はもう断りました。僕はあれは松原さんのものだったと思ってますんで、松原さんがやるんだったらいいですよ、ね、松原さんが言ってて岩井さんがどくんだったらそれだったらいいですよっていうので、そういう感じだと思います。まあきっと本田さんの企画を通してもうちょっと志願者には優しくしなきゃいけないんだってなったんだと思いますから、多分それでね感動のいい企画になってくれればいいんじゃないかと思います。まあ多分またね数字が落ちてきたら恫喝企画とかが出てくるんじゃないかなって、わーって炎上するのかは分かりませんけど、まあいい方向に進んでくれればそれでいいと思ってます。はい、ということでこれが真相でした。まあだからそのサブちゃんの元々のねきっかけとなった動画を戻しましたから、そちら見て皆さんはひどかったのかどうだったのかを判断してもらえればいいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.